次は9時25分から、はい、よし合ってる。のぶたさん、だるまいっぱいありがとうございます。あ、アブさんファイト、ありがとうございます。タカティン、おじいさん、かわいい、ありがとうございます。じゃあメイク配信やっていきます。イエーイ、初めてのメイク配信。クッキーさん、ハートありがとうございます。リゾリンさんもハートありがとうございます。配信多くて探すの大変。よし、じゃあどうしよう。私はこういう箱に入れてるんですけど、これはフランフランで買いました。こういうやつ、黒のやつに入れてて、じゃあ紹介しよっかな。まずはいつもね入れてないものを持ってきました。お帰りなさい、メイク配信始めます。5時間と帰りありがとうございます。でね、まずね、日焼け止めはこれ、日焼け止めはずっとねキャンメイクの日焼け止め使ってます。これは多分焼けてないと思う。顔はこれ使ってます。体は違いで使ってるけど、顔はこれ使ってる。これ需要あるかな、あるかな。こんばんは。肌は赤くなりやすいので、クッキーさんハートありがとうございます。うん、だからあのあれ、本当はね家の中でも焼けるから塗った方がいいんですけど、最近はショールームまでの時間はこういうのだけ、これだけ塗ってます。で、あとよく使うのはね、ファンデーションはあんまり使わないんですよね。でも使うとしたらこれとか、こんばんは。50カウント配信するために50カウントすればいいってことですよね。どなたか、どなたか合ってるかな。たまごさん、ハートありがとうございます。このねミシャのねクッションファンデを使ってます。50カウントありがとうございます。これはいいんです、すごい毛穴なくなるのでおすすめです。香水はね買ったんだけどつけてないなんせつけ忘れる。ファンデーションはこんな感じ。粉はあ、待って、これだ、これ。下地はポール&ジョー、これ見たことある人いるんじゃないかな。のぶたさん、誰もありがとうございます。これ使ってますの01番のやつ、これはお姉ちゃんに買ってもらいました。誕生日プレゼントで買ってもらいました。のぶたさん、だるまありがとうございます。クッキーさん、ハートありがとうございます。これそう、ポール&ジョーの下地を使ってます。これだけでも全然いいか。お姉ちゃんありがとう、お姉ちゃんありがとうって感じ。ファイダーはこれ、これ韓国のやつ。こんばんは、あつおさん、誰もありがとうございます。これはね韓国のイニスフリーってところのパウダー使ってます。お姉ちゃんはねそんな、どうだ、お姉ちゃんの方がでも化粧品はお高いの持ってるね。50カウントありがとうございます。これを使ってます。パウダーです、これはパウダーって言います。
はあとはイベント参加してます。そうなんです。あとコンシーラーはこれかな、このね資生堂のねスポッツカバーコンシーラーってやつ、これがすごいいいんです。これ2個、これ1個お母さんなんだけど、こっちの色の方がいいかな、100番って色の方がめっちゃクマとかニキビ跡とか消せるのですごくおすすめです。こんな感じ。次、ひびきさん、くもありがとうございます。今メイクしちゃって、あ、男性の方も使えますよ。なんか赤みきになる方とかいたら、これめっちゃカバー力あるから男性の方もぜひ、肌に悩みがある方。クッキーさん、タコありがとうございます。じゃあ使っちゃうかしら、使ってみてください。もう今日メイクしちゃったからね、メイクしながらはできないんですけど、次アイシャドウはいっぱいあるんですよね。アイシャドウはいっぱいある。初めてのメイク配信、そうです、初めてのメイク配信だから合ってるのかな、これ私のメイク道具をひたすら紹介すればいいんですか。アイシャドウはとりあえず最近使ってるのはここかな、ここら辺。メイク時間は30分ぐらい、30分もかかんないかな、ものによるけど。これがねエクセルのアイシャドウのピンクモヘア、モヘアモヘアってなんだろう、ピンクモヘアと SR03 って書いてある。お高いやつ1500円って書いてある、ここ裏に1500円です。これはなんか向こう側が映っちゃいそうだから隠すね。これです。こんばんは。あとは何使うかな、友達にもらったやつとか、これめっちゃキラキラするんです、アディクションのアイシャドウ。これはお友達にもらいました。ネオジーさん、いいね、ありがとうございます。これ友達にもらいました。これはちょっとお高いやつ、自分では買えません。あとハイライトはね、メイクプレゼントできないって私もこの前初めて知りました。マサポムさん、ハートありがとうございます。あとこれ、これハイライトですごい使う、クリームハイライターです。キャンメイク、これもこれね、ここなんかここ光が入ったり、ここに光、ここのここに入れるんです、ここでやるといいってやつです。自分のお小遣いで買ってるの。そうです、小遣いで買ってます。ねおじいさん、ありがとうございます。クッキーさん、ハートありがとうございます。もうお花高く見せるのにも使うんですけど、ここのここに入れるとすごいいいんですよ。ここ、ここ、これは長年メイクを見てきて知りました。これめっちゃ使える、おすすめです。あとはなんだろうな、あとはね
チークはね、チークもキャンメイク使ってる。キャンメイクだらけ。キャンメイクいいんですよね。チークもこれ。キャンメイク好き？キャンメイクいいよね。多分男性の方もキャンメイクは知ってる方多いんじゃないかな。私もそれ持ってる。これです。キャンメイクはよく着る。これを使ってます。これめっちゃ良き良きです。あとは目ですね。あとこれ、これもね、かわいいの。これ男性でもキャンメイク使えます。使うんですか？これかわいいよね。これラメなんだけど、実感としておいたね。ありがとうございます。あつおさん、誰もありがとうございます。これはキラキラするやつなんです。こうなんかキラキラするやつで、キラキラします。これすごい可愛いんです。今塗るのやめよう。そう、これすごい可愛いかな。これはエチュードハウス、美味しいリップで有名なエチュードハウスです。なんかそんなこと言っていいのかな。いててててててて、足が痛いやらないのかい。もうね、今日塗ってるからいいや。仕事で日本化粧品検定取ったけど、もう忘れたかも。日本化粧品検定、私も取りたい、取りたいな。マユマスカラはこれ使ってる、ケイトです。マユマスカラ、リッパー食べても大丈夫リッパー食べても大丈夫じゃないですか。あとこれ、結構これ持ってる子多いよね。ケイトのなんか影か描いたりするやつです。にゃんさん、ハートありがとうございます。これなんか筆になってて、こういうとことかこういうとことか書いたりします。そう、ダブルラインエキスパートってやつ、これはめっちゃ優秀です。誰か NLB の人が検定取ろうと頑張っているそうなんですか。倉木メイサさん、あ、今中条あやみさんかな、ケイトって違ったかな。クッキーさん、ハートありがとうございます。のぶたさん、だるまありがとうございます。よいしょよいしょ。アイライン私引かないんですよ。アイライン引かないかな、使わないんですけど、一応一個だけ持ってます。ペンシル、デジャブのラスティング、ラスティングファイン、ラスティングファインってやつです。でも私アイライナーしないからほぼ使わない。そう、使わないんです。ネイルはね、してない。なんかケバくなっちゃうんですよね、アイライン引くと。私は、似合う子は本当に可愛くなるんですけど、私は似合わない、ケバくなるのでつけないです。ゆうきさん、誰もありがとうございます。マスカラ、マスカラは2個、こっちがマスカラ下し、
これがマスカラ、こっちキャンメイク、キャンメイクのマスカラしたやつと、これはヒロインメイク、つけましたことないです。つけま時代、つけまの世代じゃないんですよね。つけまが一番流行った世代時代じゃないので、見てないです。マスカラ今日ね、今日マスカラしてるの、わかるかな、見えるかな今日マスカラしてます。下地は塗ってないけど、マスカラだけ塗りました。はい、こんな感じ。あとはリップが大量にあります。あ、マスカラあげるのは、マスカラじゃない、まつげあげるのはこれ、どこのだっけ、エクセルかな、これは安いやつで、あげます。これであげる。へこたれないさん、だるまありがとうございます。だるまが出てこなかった。そう、ビューラー、ビューラーです。こんな感じ。あとかな、あとまつげ美容液持ってる、持ってないんですよね。なんか欲しいけど買ってない。まあやってるとこ見るだけでも怖い、ビューラーはやってるとこ見るだけでも怖い、怖いですよね。私もなんか人にやってもらうのはちょっと怖いから、メイクさんとかは結構、ビューラーとかはあの自分で、でこれあげてみたいな、自分であげてって言われて自分であげますね。まつげ長いってよく言われるんですけど、長いかな。クッキーさん、ハートありがとうございます。怖い、怖いんか。でもまつげがなんかしっかりしてるのかな、しっかりしてるからなんか目に入った時に痛すぎるんですよね。欠点。卵さん、ハートありがとうございます。でリップがね多いの、今日のやつも入れて、えリップも多いか分かんないんだけど、とりあえずリップがいっぱいあって、まつげに爪楊枝塗る、塗ると思うよ爪楊枝さっきの爪楊枝ならあるけど、それはまずいか、さっき食べてた爪楊枝ならあるけどさ、リップ、リップ好きだからめっちゃある。直塗りしちゃう。ねおじいさん、ハートありがとうございます。全然すごくないんですけど、持ってる方はもっともっと持ってるので、私ももっともっと欲しいんですけど、さすがにね買いすぎになっちゃうから。クッキーさん、ハートありがとうございます。ねおじいさん、ハートありがとうございます。今つけてるのはこれ、これ一番出てくるかも、韓国のリップでしょ。さっき言って、初日じゃない、1回目に言ってたディオールのリップはこれね。皆さん詳しいですね、思った、意外と詳しくて嬉しいです。これはピンク、これはピンク、赤かな。でもこれ初めてデバコス、初めてじゃないか分かんないけど、
ディオール買いに行ったんですけど、これ店員さんの圧がちょっとすごすぎてびっくりしちゃった。だからなんか、あこれでいいですみたいになっちゃった。そうだいぶ赤だから、直塗りまで、直塗りっていうかもうこうやって塗っちゃうとめっちゃ赤いから、ポンポンポーンって塗ってます。だから全然減らない。あとはもらったのばっかです。でもこれも皆さんよく見るんじゃないですかね、ジルスチュアート全貌抜いちゃうんじゃないです。なんかあの誕生日プレゼントとかでもらったやつ、これももらいました。これは不思議な匂いがします。うん、いい匂い。これも待って、これ可愛いですね。そう、大人気のジル、ジルです。あとはいつもの美味しいリップ、美味しいんです、これめっちゃ美味しい、美味しいリップでしょ。あとオレンジもあります。オレンジのなんかクレヨンみたいなやつ。オレンジね、オレンジ似合わなくなったんですよね。これはソーダみたいな、ソーダみたいな味がします。このこれはオレンジ、オレンジ似合わないの？ちょっと塗ってみようかな。塗ったけど塗ってみる。変わったかな？ちょっとオレンジになった？分かんない。ボニークリームは使います。パッ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 。変わんないか、変わんないかもしれないちょっと気味がかった。あとはこれおばあちゃんからもらったリップおばあちゃんからもらったリップです。これはハーバーです。これすごい色なの、なんか魔女みたいな、魔女みたいな色でしょ、茶色みたいな、赤みたいな、赤じゃないか、こっちはなんかキラキラしてる、キラキラした色で、おばあちゃんからもらいました。くすんでこいね、おばあちゃんセレクトのリップです。これ友達にもらった、これはチフレの、すごいこれはオレンジっぽい、オレンジですね。これまだあんま使ってないかな、これから夏になったら使おうかな。ナナツさんハートありがとうございます。ありがとう、クッキーさんもハートありがとうございます。そうリーズナブルでも可愛いって、星投げカウント完了ありがとうございます。はっきりしたオレンジ可愛いね、可愛い色だよね、その色良さそう、良きです。うん、トロサーモンが来てる？どこにいる？のぶたさん、だるまありがとうございます。ねおじいさんもだるまありがとうございます。
で、どこまで紹介したっけ。そう、あ、いるの、これどうやって見ればいいの。あ、ランキングで見ればいいのか。本当だ、みおちゃんかな、それとも同じ名前の人かな。ねおじいさん、だるまありがとうございます。クッキーさんもハートありがとうございます。石津さんって、あれ、ひそかにおじ投げてたありがとう、みおちゃんだね多分、ありがとう。皆さん、みおちゃんですよ多分、本人、多分本人っていうか絶対本人、ありがとうみおちゃん。クッキーさんハートありがとうございますみんなこんばんは、ありがとう。西井みおちゃんです。みおちゃんありがとう、みおちゃん、サンキューみおちゃん、ありがとう。で、どこまで紹介したっけ。そう、リップですね。ね、あとあんま使わないリップかな、主に使うリップはこんな感じ。浩平さんハートありがとうございます。優しい、本当に優しい。はい、こんな感じかも。これ参考になった、誰か。クッキーさんハートありがとうございます。ちょっとお片付けしますね。50カットありがとうございます。マシマシさんハートありがとうございます。その日の気分とか決めてるのに使うリップ。そう、気分と服装の色とかアイシャドウの色とか、非常に参考になりました、ありがとう。長良かったです。ちょっとお片付けしないとすごいことになってるのでお片付けします。これでまたメイク道具の知識が増えました、よかったです。楽しかった、よかった、勉強になりました、よかったです。いかに綺麗に入れるかですね、あとは。みおちゃんカウント中、ありがとうみおちゃん。クッキーさんハートありがとうございます。こんばんは、フラッと立ち寄ってみました、ありがとうございます。まだまだメイクは研究中です。まだまだ少ないですよね。もっと欲しいんですけど、なんか今外にメイクしに行って出かけれないから、なんか買う気失せちゃって、イベントもないし握手会もないし。ねおじいさんハートありがとうございます。のぶたさんだるまありがとうございます。大丈夫かな、あ、メイクポーチは買ってもらいました。試験に入るってなって買ってもらったかな。
こんな感じかな。服もメイクもやっぱ外出があるから気合い入れるってとこあるよね。そうだからね、服も乾きうせちゃって、あれも買う、あのメイク用品も乾きうせちゃって、どうしよう。クッキーさんハートありがとうございます。あー誰もいっぱいありがとうございます。イベント頑張ってください、ありがとうございます。こんばんは、目がバッチリかわいい、ありがとうございます、嬉しいです。あ、長崎からこんにちは、あ、こんばんは。参考にしているメイクの仕方とかあるの？ YouTube ですね、 YouTube をひたすら見てます、メイク動画。顔小さいの目が大きくてやらましい、顔ちっちゃくないよ、目も大きくないよ、最近丸くなっちゃったから、やばいやばい。葛飾区でしたっけ、葛飾区って言うのかな。あ、なんて読むんですかこれ、やだエミリさんって読むのかな。私昨日見ました昨日見た、なんかおすすめに出てきて見ました。ハッタエミリさん、ごめんなさいごめんなさい、ハッタエミリさん見ました。私クラス発表確かに今の時期なのかな。クッキーさんハートありがとうございます。今思い出したけど、オーディションの時はもっと怪しかった。怪しかったって何、何の話だ。お水飲みます。あー葛飾区か、なんか一瞬読めないです、なんか聞いたことあるけど、聞けばわかるけど読んだことはない。コインアイドルのメイク配信ぐらいかな、見るのは。おかげで謎に知識あるけど、いいと思いますよ、あった方がやっぱり。うん、知ってて損じゃないと思う。クッキーさんタコありがとうございます。確かに葛飾区読みにくいですね、葛飾区、かつ、しか、しかく、ええ、葛飾区亀有公園林産婦人科生まれですだそうです。このイベント終わったらみんな、あ、なんて読むんだっけそれ、けんなんちゃらえんなんだっけ、ありますよね、ここまで来てる、けん検証園、検証園検証園だ。ココスですよ、検証園、検証園ギリギリ出てきた。
漢字のみんなに漢字のクイズ出してる場合じゃないかもしれない。あ、自己紹介、確かに。じゃん。それな。クッキーさん、タコありがとうございます。軽く自己紹介、もうあんま時間ないけど。初見さんがいると思う。静香みずきです。図はつに点々です。あ、3分前。じゃあちょっとランキング見たいと思います。ランキング見ます。13位ミノルさん、ありがとうございます。12位ネオジーさん、ありがとうございます。11位カンマッチさん、ありがとうございます。10位ロドリゴさん、ありがとうございます。9位ユウキさん、ありがとうございます。8位チャンドゥーア、チャンジ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 ャンドゥーヤさん、ありがとうございます。7位アブさん、ありがとうございます。6位コウヘイさん、ありがとうございます。5位ひびきさん、ありがとうございます。4位のぶたさん、ありがとうございます。3位メンフィスさん、ありがとうございます。2位ひびきさん、ありがとうございます。1位クジラちゃんさん、ありがとうございます。ということで、ということで、ということで、もう9時です。私もすごい早いなって思いました。じゃあ今日ってか4回目はメイク配信をしてみました。次はどうしよう、何にしようかな、まだ決めてないけど、次は25分からです。9時25分です。最後です。今日あと1回。みゆちゃんめっちゃ星投げてるの可愛い、ありがとうみゆちゃん。はい、明日の時間もお伝えします。あと1分だ。じゃあまた後で25分後にお会いしましょう。最後です、ラストです。今日待ってます、待ってます、待ってます。切れない、切れないじゃない。1分まだあった。また後でお会いしましょう。時計、そう、時計、電子時計みたいなやつ。